落ちないでよどうでもいいけど一応もうあと1時間ぐらいで過労死大きくね。おお。起きた。おお、これはタイだ。アスパムチャンネル始まるよ。
駆け出る駆け出る。頑張って。やばい。あーかかった。あー、走る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 。待てよ。よいしょ。いいよいいよ。車検です。あ、見えてな。いやいや、もう2枚目ですよ。アスパム首相の天敵三連発。あ、もうタモリでしません。じゃあタモカって。嫌です。分かねえんだよ。3枚目だもんな。早く伝えよ。成長忙しくなりそうですよ。はい、ありがとうございます。いや、もう笑わせる。ひたすら言ってるわけですよね。面白い、面白い、面白いだけじゃないよね。面白い、面白い。落ちないでよ。どうでもいいけど、なんか落ちそうな感じがするからさ。こっちから見てると来た。わかんない。響先輩、2枚目です。今5メートルです。5メートル。チャックも右下行きますね。おお。お願いします。
で仕掛けを吸ってる。うん。でも自分の方成績良さそうだね。おお、取られた。ほらカメラがこうさあるんだから邪魔せばダメだよ。こっち来るよ。疲れました。体ができるかしら。大きくね。おお。大きいじゃないですか。これいらないでしょ。寝ててもいいそうです。
おお、これはタイだ。トキチロ。うん。40。リーダー入りました。え？おお。おお。おお。そこ。あ、ああやっぱり。長いやつ。まだサメだな。来たよ。毎度様、さっきのサメだべ。ちょっとサイズ違うか。だよね。ああ、サメの種類違う。おお。バレちゃった。え、最後持ちないよ。誰のですか。終わりです。終了します。お疲れ様でした。雨の釣りと快晴の釣り、対照的だったわ。そう、雨はきつかったね。びしょ濡れになったよ。2回目の釣り、左舷側の朝ラッシュがすごかったね。船長が行ったり来たりで倒れる寸前だったよ。船中でどれぐらい釣れたの？7時過ぎからはペースダウンしたけど、40超えたぐらいかな。紹介できなかったのがたくさんあったよ。前の2人賑やかね。そうそう、調子いいんだよ、あの2人。特に彼は。彼って誰かな？言わなくてもわかるでしょ。そうね。今日もご視聴ありがとうございました。